こんにちは。今回は潜伏風神っていうね、デッキをご紹介したいなと思います。というのもこの風神っていうカードが、まあ、自分のターン開始時に、まあ、自分のフォロワー全てをプラス1するんですけど、こいつが潜伏を持てば毎ターン、まあ、風神が生き残る、要は不死身の風神ができるから、まあ、エッグトマトを超えた、まあ、ガングログタモちゃんも余裕で超えて、たこ焼きせんべいになると。これあんまエッグトマト超えたなと思って、風神が毎ターン、まあ、攻撃力上げる、装置に変化するっていうことは、もう最強に君臨するかな。で、非常に横に並べるカードも豊富に入れてて、まあ、ホワイトパラディンとかもね、入れてるし、まあ、もうもうたる騎士やったかな、まあ、そういうのも入れてるし、まあ、エミリアも入れてるしな、ワガプリも入れてるし、もう横に広げるカードばっか入れて、まあ、いざとなった時のオーレリア、まあ、それはちょっとね、いざとなった時に出すと、まあ、そんな感じかな。これ強いなと思ったな。これ今、現環境最強。いや、それは言い過ぎか。とりあえずね、風神と闇をまとう暗殺者、あの2枚が来れば、勝ちは必然、勝ちが確定みたいな。だから相手として苦手な相手はやっぱ超越とかかな。わーわーわー、さあ攻む対戦相手は、勝ちました。はい。先行大きいな。先行大きいと思うわ。ただ先行なんでこれはいらないんで、いいね。風神、これ横に並べていって風神並べていったら勝ちやから。わっ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 、ちょっと先行やから、ちょっと揃いにくいっていうのもあるけど、まあメイドリーダーで風神呼べないしな、ちょっと厳しいかな。メイドリーダーで呼ぶとしたらオーレリアになるから。ただ、闇をまとう暗殺者ってあれ、兵士やったかな、指揮官やったかな、ちょっとわからないんですけど。わっわっわっ、なるほど。いいね。風神来たので、まあ、あと、潜伏の、ただ風神が生き残らないとあかんっていうのは難しいとこやな。わっわっわっ、じゃあ、急コスで出さないといけないで、そんな感じなのかな。なんか超越っぽいし、ちょっと厳しそうか。いいね。もうもうたる騎士出して、攻撃攻撃と、ちょっとネタとしてこれ完成しないな。今思ったけど、今やってて思ってるけど、風神が破壊されてしまったら意味がないから、ただといって9ターン目まで待つっていうのはな、おそらく超越でやられてしまう可能性が高いんだよな。小賢しい。小賢しいな。小賢しい。わーわーわー。まあ、次のターン風神行くか。もうそれしかないな。まあ、別に風神と闇をまた暗殺したからコンボがあるよっていうだけで、別に、でも2枚目来たからいっか。風神ドワして、で、風神進化で行くか。で、相手が風神、破壊しないという手に出てくれば、なかなかありがたいんやけど、ただもうこの状況でだいぶウィッチ厳しそうやな。圧倒的な火力やわ。やっぱロイヤルって言ったら風神やで。政治コマンダーじゃない。風の加護を与えよう。ね。いや、ロイヤルらしいな。絶対風神剥がしちゃうからな。絶対破壊される。小賢しいな。小賢しい。わーわーわー。フローラルフェンサーで横に広げていくっていうのもあるけど、ここは、そうやな、4で6やから、じゃあちょっと闇をまとう暗殺者の、コンボを見せていくか。進化する必要ないな。まあ、攻撃、いやー、ちょっと待てよ。わー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 。まあ、進化するか。進化して、
いやこれ潜伏ロイヤルみたいな前な、まあ相手によってまあ、行動は変えていったらいいと思うから、まあこうスティルナイト出してこう闇を頭にして、で相手はもうこれ破壊できない、はい、無敵。わー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 、これで無敵になってしまったな。ただ風神と闇をまとう暗殺者のコンボを見せるのがなかなか難しいな。まあそういうコンボがあるよっていう紹介の動画にしておくか。はい、負け負け、相手の負け。この状況どう覆す？ウィッチは無理やわ。わあ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 。じゃあカゴ、あ、カゴのカゴを与えて、こう攻撃ね。はい。想像以上。ああ、まあ、こんな感じかな。ああ、ちょっと強すぎだな。強すぎだな。いや、これこそロイヤルやと思うわ。あれ、これ環境で結構刺さるな。あ、結構強いと思うわ。なかなか強い。あ、じゃあもう一回やるんですけど、いや、なかなか強いな。やっぱりロイヤルといえば、兵士フォロワーを横に広げていって、やっぱ封刃で、ココスで強化していく。で、これやられると、なかなか除去が追いつかないんですよね。昔からそうで、やっぱ政治コマンダーやったら6コスやけど、6コスはちょっと遅いよな。やっぱ1コスの差は大きいわ。わー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 。どうするかと。あー、先行大きいな。まあ、渾身の一人は取っとくか。あー、オッケーオッケー。やっぱ低コストがいっぱい入ってるから、そうやな、今回のデッキ結構勝ちに行きたい人は強いデッキになるかな。あー。あー。いや、いいね。まあ、封刃だが9コスまでに、まあ、完成させたいっていうのあるから、序盤に封刃と、闇をまとう暗殺者が来なくても、別にいいかなっていうとこあるかな。ネタとして完成させるのであれば、そこまで重要視しなくていいかなと。まあ、序盤はまあ適当にね、フォロワーを並べていって、そいつらの相手してもらえばいいんで。ああ、まあアセンティックナイトを出して、で、ランサーでユニコと相打ちを取るか。わっわっわっ。で、次のターンに、まあ渾身と、ランサーかな。それが一番強そうだけど、難しいな。失踪ビショップで一番やりやすいわ。まあ、何も脅威がないから、まあ、こうやって、ランサー出して、で、攻撃していくと。わわこれ勝ちやろ。まあ、次のターン、まあ、ちょっと動きが弱いけど、小賢しい。小賢しいな。しかも、ハゲとか久しぶりに見るんだが。そもそもビショップ使ってるやついないからな。なんかこれ、まあ大きいな。まあオーレストナイトを出して、まあ我がプリ、そうやな、我がプリでも良さそうやな。我がプリ出して、で、もうこれ進化こっちで、はい。もうどんどん顔狙っていく。まあ、そういうデッキやから。強ないこれ。で、ここでね、次のターン、封刃が来れば、もう無双状態になりそうやけど。ただ、ここすで何が出てくるかな。まあ、レディアンスエンジェルとかいう小賢しい。で、なんで？ニコス何も出るな。小賢しいな。なるほど。で、進化かな。あれ、進化しない？初心者やな。初心者。じゃあここは、アセンティックナイトを、ドワして、進化、進化使うか。この圧倒的なる盤面を見よう。最強やな。で、これ、アンゲドつって、初心者やろ、相手。初心者もういいわ。フォロワーとかどうでもいいわ。あれ出てこない。あれ？ちょっと待って。あ、もう使い切ったって感じかな。この状況どう立ち向かう？勝った勝った。小賢しいなぁ。赤子の手をひねるようやわ、ここまで来ると。いいね。じゃあ最強のコンボを見せるか。攻撃、攻撃、攻撃、攻撃で闇をまとわんさせちゃう。
これを思うと、いや、風神に潜伏を持たせるのは怖いなと思うな。この状況から見て。あー、最強やで。あただちょっと難易度は難しいな。あー、風神はほとんどの確率で、もうほぼほぼ 90% 以上で破壊されてしまうから、まあ、風神と闇をまとう暗殺者、まあ、そのコンボは面白い。面白いけど、なかなか成功する確率は低いんじゃないかなと思いました。で、小賢しいな。ああ。じゃあ、ここエミリアをドワして、もうこれ全部顔で行きたいんやけど、ただ、攻撃することにメリットがあるのか？ああ、潜伏を持ってた方が強そうな気もするけど、まあ攻撃するか、攻撃して、ああ、ちょっと火力が足りないな。ああ、やっぱ風神、そうやな、風神がやっぱキーカードになってくるのかな？ああ、おだかし。で？取ります。で、相手シーが結構貴重に扱ってるな。ああ、小賢しいな。でも、デッキ的には多分エイラなので、まあ、相手はセラフ待ちって感じかな。ああ。だったら、やりやすいわ。そうやな。これ、相打ち取っちゃって、で、渾身を、打って、厳しいな。ちょっと厳しいな。あ、今思ったけど超厳しいんだが、もうこれ出しちゃって、あ、ちょっと厳しいな。あ、ただこのデッキで、あの風神と、あ、闇をまとう暗殺者のコンボを組めたらすごい気持ちいいなと思うけど、超回復しますやん。あ、超回復しますやん。わーわーわー、神の慈悲だ。で、次のターンまたルシフェル出して回復していくっていう小賢しい戦法に出るわけね。オーリリア出して、ただ最後まではこの諦めない心が大切やから、まあ、何体の兵士が死のうとね、指揮官がいる限り道は開けるのさ。あー、ちょっと負けじゃないこれ。あー、最初の冒頭で劇紹介の時に、もうオーレリアいざとなった時の、フォロワーやと、まあ、そういうお話をしたんですけど、もう完全に最後の砦やなこれ。これを突破されたらもう負けというね、そこまでのそこまでになってしまったな。だが奇跡が起きるのさ、次の道路で終わらせてやるぜ。相手に20点ダメージ与えたるわ。わあわあ、こほほ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 フリーマッチやったらいけそうな気もするけど、ランクマッチで、風神に潜伏を持たせるっていうのはちょっと難しいかな。いや、火力的にもやっぱフォロワー自体に火力がないからなかなか厳しいかなと思いました。はい、まあ状況次第ではちょっとまた動画、まあ同じような、デッキをちょっと変えて風神と闇をまた暗殺者のコンボを決めていきたいかなとは思いましたね。あ